ではこのメニューの注意点について紹介していきます。まずはしっかりと伸脚動作を行っていきます。伸脚動作の時は、お尻を落とすのではなくて膝が90度ぐらいまでの状態でキープします。でそこから肘をしっかりと足の、甲に向けてタッチしていくようにしていきます。この時に膝が割れてしまったり後ろの足が曲がってついてしまわないように注意していきましょう。